では今回はですね、たくま探訪ということでね、穏やかな海、瀬戸内のね、錦大抵の訓練基地ということで、紹介していきたいと思います。まあ、この先にですね、錦大抵がね、飛んでいたというか、訓練していた形ですね。水上基地です。で、やっぱり車でないとね、ちょっと行きづらいのかなと思うんですけども、当時のね、こう行くと名残というかね、すごい直線が残ってますね。まあ、今ここ工場になってしまっていてですね、まあ、当時のものはあまり残ってないやつですね。で、場所はですね、ここにね、まああって、Google マップにも出てるんで比較的ね、行きやすいかと思うんですけど、ここがすごい遠いですよね、駅からね。まあ、もしかしたらちょっとバスとか出てるかもしれません。まあ、この辺とかね、香川の方とか高松の方とか一緒に巡ったりとかですね。まあ、あとね、この辺だと岡山もね、戦績も近いかもしれないですね。で、早速まあ見てみるとですね、ここもこう四角に区切られているのがね、わかるかと思うんですけど、このようにね、作っていたようですね。退社基地なんかもね、こんな形で作っています。まあ、水上ジェットとかをね、する人がこういうところに車止めていたりするんですけど、まあ特に入ってね、問題なさそうな雰囲気でした。まあこっちからね、見るとこう、水上ジェットちょうどやってる人がいたんですけど、まあ、多島海なんてね、こう海が綺麗なところですよね。まあ、この時ちょっと天気いまいちかもしれませんけど、それでも、こう、穏やかなね、瀬戸内を眺めているだけで、いい感じでした。もうここもね、こう、四角になってるのはね、わかるのかなと思います。で、左側を見るとね、まあ、こういう形になってまして、まあ、向こうにもね、もう一個あって、まあ、何箇所かあるみたいなんですけれども、こうやって見れるところはね、二箇所ですかね。で、ここはまあちょっとね、もう一部が剥がれてしまっているんですが、まあ当時のね、このアスファルトの作りとかね、逆に断面がね、見えるようになっていて、まあ面白いかもしれません。で、ここら辺はね、まあ、ヌメってね、危険なゾーンにも見えますけれども、ぜひね、皆さんも滑って転んでね、頭打ったりしないように、ね、気をつけていってもらいたいと思います。まあこれもちょっとね、潮の満ち引きでわからないんですけれども、このね、海まで続いてるのがね、感じ取れるかなと思います。で、まあ、端っこの方に行くとですね、もうちょっと一部ね、こんな風に壊れていたりとかですね、まあ、ちょっと石もね、昔から崩れているのかもしれませんけど、一応このね、アスファルトというかコンクリートのね、スリップはね、残っていますね。ここだけ四角じゃなくてね、こういう形なんでね、ちょっとどう、もともとどういう形だったのか。まあ、ここまでちょっと巻かれてたというかあったんですかね。この横の護岸みたいなところがね。まあ、ここはもう、どうしてこうなってるのかちょっとよくわかんないんですけど。石造りはね、石積みはまあ、日本軍のね、石の積み方なのかなっていうのは感じ取ることができるかな。まあ、さっき見せたのはね、ここら辺で横見ると、ここら辺です。まあ、こういう四角い石をね、積んでいきます。で、上にね、こうやって、ここまでね、まあ、当時はアスファルトというか、コンクリートね、巻いていたのかもしれません。で、もう一個のね、場所に移動しました。こっちはちょっとまた景色というか、感じが違ってまして、こうやってね、ちょっとひび割れたりとか、なんかこんな風になったりとか、ちょっと感じが違います。で、横もですね、こういうパイプがね、あったりします。で、こっちは海に割と埋まってまして、まあ、この、急に、ここが肛門であって、こう、石がね、護岸が一応置かれてるっていうのは、こういう作りなんでしょう。まあ、ぜひ皆さんも、近くでね、見てもらえたら、ここでね、錦大抵が訓練したと思うとね、ちょっと感動するかもしれません。まあ、今、こういうパイプで、まあ、工場用水を排出してるのか、通ってんのかちょっとよくわかりませんが、あれも、おそらくそういう感じであるだと思います。まあ、こういうのが残ってる限りはね、まあ、ここら辺までは残るのかなっていう感じがしますけど、これ壊すときに一応壊れちゃうかもしれない。ちょっとわかんないです。まあ、ぜひ皆さんもね、そんな感じで見ていったらいいのかなと思います。こういうところもね、なかなか、まあ、石積みとしてね、珍しいのかもしれません。
ではね、簡単になりますけども、以上になりますね。ありがとうございました。最後ですね、こういう写真を見せて終わりたいと思います。